平成10年台風第8号は、1998年9月に近畿地方に上陸し、翌日の台風7号と共に被害を出した台風で、ある。震路図1998年9月20日に、沖ノ鳥島の北の海上で発生した台風8号は、北に進み、21日16時前に、和歌山県田辺市付近に上陸した。その後は、紀伊半島は北上し、 21日21時に、滋賀県北部付近で、弱い熱帯低気圧に変わった。熱帯低気圧は、富山湾に進み、22日9時に、北日本付近で消滅した。なお、この台風上陸の翌日、先に発生した台風7号も紀伊半島に上陸した。この台風は、台風8号としては統計史上最も遅い日時に、発生した。また、 9月以降にようやく8個目の台風が発生したのはこの年と1975年のみである。この台風と台風7号の影響により四国東部、紀伊半島、東海地方を中心に大雨となり、期間降水量は和歌山県小座川町西川で557ミ、mm、リメートルとなったほか300から500ミリメートルに達したところがあった。また、 台風7号の中心が通った各地で暴風うううとなり、和歌山県和歌山市で最大風速秒速32.4メートル、三重県津市で秒速29.8メートル、上野市で秒速25.9メートルを記録した。22日には静岡県伊色崎で7.37メートルの湯、う、義波高を観測している。この台風と台風7号による被害は、死者18人、 負傷者569人の人的被害のほか、損壊2万1165等、浸水8692棟の重火被害となった。ありがとうございます。